こないだも言いましたが、うぷ主、声変わりしました。慣れないかもしれませんがよろしく。こんにちは。どなた様？私ですよ、私。メチ鉄ですよ。え、でもメチ鉄って、こんな声じゃなかった？声変わりしました。いや、変わりすぎだろ。なんか慣れないなぁ。まあだってドラえもんだって声変わったでしょ？それと一緒でメチ鉄の声も変わったって思ってくれればいいんだよ。つまりメチ鉄イコールドラえもんと。半分正解。半分正解ってなんだよ。というかなんか秋田新幹線遅れてるみたいだね。雨すごいらしいしね。で今日はどこ行くの？仙台駅に行って ED75 を取ろうかと。雨降ってなかったらどっかの踏切で取ろうと思ったんだけど。なんか牽引してくるの？いや短期回送だからなんとも連結してないよ。おいおい全部100円玉で出てきたぞ。お客様になんてことするんだ100束は。お前客として見られてないんじゃない？ピエン？キッモ。現在時刻は11時35分。で次の電車は？って、さっき言ったばっかりじゃないですか。次の電車がなんと30分後なのでおとなしく待ちます。昼間の交流バカみたいに時間空くのなんとかしてほしい。下り列車はすぐ来るみたいだし、北仙台まで乗ってそっから地下鉄使えばよくない？お金もったいないからやだ。いくら無駄になるの？150円くらい。ケチすぎだろ。というか駅から見える道路、不自然に曲がってると思いませんか？実はこれ、仙台鉄道っていう鉄道の廃線跡なんですよね。へぇ。現在の北仙台駅の近くにあった通り町駅から、ここら辺や現在の八乙女駅近くを通って、陸羽東線西古川駅まで繋がってたよ。結構な長距離鉄道じゃん。まあ仙台鉄道は台風の影響で廃線になっちゃったんだけどね。今あったら面白そうだったのに。ということで下り列車がやってきました。怪しい気の普通列車だね。車両は E721系線番台の4両編成ですね。ちなみに現在仙山線では E721系しか入線しません。719系とか701系が入線してた頃が懐かしいな。まあ701系は朝に何本かしか来てなかったけどね。小さい頃朝早起きして見に行ってたのを思い出すな。2両ってのも新鮮だったし。というか701系って仙山線は入れるの？軽くて空転すんじゃない？いや、怪しまでなら行けるよ。電車を見送り。バイバイ。外は結構な雨が降っています。待ち時間あっち側行って撮影とかもできないんだね。暇だー。まもなく、下り列車が参ります。上りかと思ったじゃねえかよ、期待させんな。綺麗な鉄オタ。2本連続下り列車なんてことがあるんだね。そんな、それで車両はさっきと同じ E721系線番台。毎時1本しか来ない山形行きです。これ行って山形行きたいな。ED75 見るんじゃないの。本来の目的忘れてどうすんのさ。あ、そうだった。動画はさすがに撮れてないけど、だいぶ乗り降りがありました。来たー。30分待ち続けてやっと来た。なんか謎の達成感があるね。でもなんか時間無駄にしたなーっていう喪失感もある。まあ150円稼いだと思えばそれでよし。というか電車に乗るまでにもうすでに3分半も経ってるんですがそれは。視聴者にもこの待ち時間の苦痛を味わってもらおうと思って。誰も味わいたくないわ。ということで東照宮駅発車。というかあんたって東照宮最寄りよね？うん。なんでいつも仙台駅スタートなの？撮るのめんどかった。寝たい。それに編集めんどくさいし、話すことないし。いやいや結構あるでしょ。例えば今走ってるところの反対側にはさっき言った仙台鉄道の廃線跡があったり、仙台車両センターもあるし。いやまあでも毎回毎回だと何にも話すことなくなってくると思うんだよね。そんなもんかな。東北本線と合流しました。ちょっと待て待て。仙台車両センターは？反対側だったから取れなかった。一番の見どころなのに何してんだよ。まあしゃあないしゃあない。ということで仙台駅に到着。奥には701系と E721系0番台の混血編成がいます。多分東北本線だろうね。降りたら目の前に止まってました。今回のメイン、ED75 です。メイン列車にたどり着くまで4分半もかかったんですがそれは。なんかすごいたくさん人がいるね。日曜の昼だし、仙台に遊びに来た人たちだろうね。にしても75、かっこいいなぁ。ちなみに俺の一番好きな車両だったりします。この ED75 は、かつて貨物列車や寝台列車などを牽引していましたが、老朽化によりほとんどが廃車され、現在は仙台と秋田に動きが残るのみとなりました。まあ1963年から製造されてる高齢車だから仕方ないね。ちなみにこの757号機は1975年製造です。
これから仙台車両センターに向かうっぽいけど、私はここで帰ります。この後仙台駅でリア友と遊ぶんで。メイン列車たったの30秒。動画の構成下手すぎだろ。まあこんな時もあるさ。ということで今回はここまで。よければチャンネル登録してください。それじゃあ、じゃあね。